一応 YouTube 用で、はい、また改めて斎藤ひとり特別賞鈴木達也です。改めましてよろしくお願いします。今日はね、去ってありがとうございました。じゃあせっかくなんで、まあ、ここの会場の皆さんでなんかどんな質問とかもあればお受けしますし、なんかあればどうですかねってお話なんですけど、別に泣ければいいよ、終わりで。いや、どうぞどうぞ。いとこでね、いとこ、いとこと月1回ぐらい女の子、ゆいさん、ちょっと年が下の、年が下のいとこさんが、はい、そこのうちのおいっ子がね、なんか最近そういう子って多いのかもしれないんですけど、すごい潔癖症で、潔癖症、うん、うん、でも半年ぐらいになるんだけど、こう外にも出れなくなって、子供の時から出れなくなっちゃったんですって、うん、だから、物を食べたり飲んだりするのも、決死の覚悟で、みたいな感じなんですよね。そっか。そんな話で、そんなこと私もずっと、ね、ここ1年ぐらいよく会うようになったので、月1回ぐらい両者しながら、で、その時にこう、ひとりさんの話とかで、なんかそのままでいいんだってって、そのままでその子は学んでるから、いいんだってよっていう、こうよく言ってあげたりするんですけど、なんかお姉ちゃんの話ちょっと安心するとか言ってくれてるんですけど、でもなんか他になんかね、言ってあげなんかどうしやっぱ言ってあげられることってないのかなって、毎回同じようなことしか言えなくて、まあね、そうそう、いや前私花江社長のなんか YouTube で講演会でバニーズのあれでなんかこう女の子の話で、周りの子たちの声がうるさくて、こうパニックになったみたいな子がいて、その子がなんかバニーズを飲んだらこう、すごく良くなったっていうのを聞いてて、なんかそういうのどうな、こういうのがあるんだってよ、なんて言ったんですけど、なんか、ちょっとほら、そんな急にそうなるなんて、それ自体が、その薬がこう、さあ、まあまあね、サプリ飲ませるハードル高いよね。そう、でも、よく寺子屋お茶会のなんか聞いてると、うつとかはね、良くなったっていうのは、聞いたことよく聞きますけど、ちょっとその、この女の子に関しては、その、周りの声のうるさいのが、なんで、その子がこう、なんだろう、暴れちゃうっていうか、まあ、その子がすごくパニックになっちゃうね。パニックになっちゃって、うん、それがすごく落ち着いて、すごいそのお母さんの喜びの話、なんか声があったっていうのを聞いて、なんかそういう今潔癖症なんかの子なんかもあるし、今いろんな個性の子がいると思うんですけど、そういうなんか番組なんかどうなのかなってね、そうだね、どうなのかなって、なんかいろいろそういうちょっとなんかいろんな症例じゃないですけどね、良くなったなんてこともあるのかな、どうなのかなって、もし。そうね、まあ、うん、もし、まあ、その質問で今俺が答えるんだとしたら、パニックももちろんいいんですけど、要は簡単に言うと、神経質になりすぎちゃうような子っていうのも、うん、まあ極端に言えば、なんていうかな、まあ、俺たちはなんか全ての、まあ、精神的なことも体的なことも、まあ、病気も全部含めてなんだけど、腸の筋バランス、内臓の冷えだと思ってるの、うん、そうだから、まあ、なんていうんかな、まあ、言っちゃうとうつ病の人とかも、姉ちゃんうつ病の人って要は冷えから来てるのよ、ああいうのって。そう、だから冷えちゃってる、やっぱり冷えてる人で、冷えてて陽気な考えってないから。体が冷えてるのに陽気ですとかってない。要は簡単に言うと、体が冷えてる人はね、やっぱ陰、要は簡単に言うと、なんつう、冷えてるところから出る考えみたいになっちゃうから、やっぱりこう、なんか活発っていう感じじゃないんだよねって話。だから、これなんか今だったら、じゃあ何がね、もし達也さんだったらその子は飲む飲まない別としても、何をお勧めしますか、今だったらビヨンカツっていうね、あと美しい熱腸の活動とかなんだけど、ビヨンカツは、要は内臓がすごい温まって、であと、なんか体の不調とかそういうのも全部ひっくるめて、腸の筋バランス、内臓の冷えなのよ。そうだから、そういうのを飲んでると、まあ、その子もね、なんかもしかすごい、要は簡単に言うと神経質がこう行き過ぎちゃってるような感じだと思うんだけど、そういうのもなんかあんまり気にならなくなる人もまあいるとは、まあ飲んでみないと分かんないけどね。で、こういうのもね、まあ、周りの影響とかもあると思うんで、何でも除菌しましょうとか、何でもね、菌が悪いものですとかっていうよう なんつうの、情報がこうなんつ自分の中で取り込みすぎちゃってるっていうか、うん、でも俺なんかだって落としちゃって平気で食うからね、3秒で売るの。
なに、あの決まったお店のその一つの商品しか食べれないらしい。まあ極端になっちゃったよね。そうだからね、そのお母さんが買ってきたものじゃないとダメらしいし、だからこうそういうものもこうね、どうこともちょっと難しいのかな、どうなんかな。そうだね、まあ一つのパニック障害だよね、うん、それもね、あの極端なね、あの潔癖症っていうのは。でもそういうのもあの意外に思うかもしれないけど、結構なんか神経質になりすぎちゃうっていう人もやっぱり多分ね、体が冷えてるんだよ。だからやっぱりその細かいことに気になりすぎちゃうっていうのは多分ね、なんて体温が低い人とかの特徴だったりするんだと思うんだよね。だからまあそれもまあ飲めればね、だから開封してない状態で本人しか触らせない状態で、まあなんならこうな手術用の手袋かなんかしてもらってで、それでナポリを飲んでもらうとかってすれば、まあちょっとは違うかもね。もちろん、その、なんかその今苦しんでるように見える状態でも、なんか学びはあると思うんだけど、うん、まあ本人はね、そんなあれな感じで、あの、別に穏やかな感じらしいんですけど、うん、まあでも、そのお母さんもその子の、ちょっと、やっぱり二十歳ぐらいになってきたから、ちょっと行き過ぎを心配しちゃってるっていうかね。まあね、行き過ぎるとね。だからお母さんにもっとこう安心させてあげる言葉をね、うん、もっといっぱいかけてあげたいなと思うんですけど、いつもそのままで大丈夫なんだって。まあもちろんそれはね、それはすごくいいこと。それでも学んでるから大丈夫なんだってよってね、うん、あの言ってるだけで、その他の言葉が見つからないんですけど。そうね、あと、まあ、お母さんもなんかもちろん心配なのはわかるんだけど、お母さんがもっと楽しく、あの明るくいて、まあ、ちょ極端な例に聞こえるかもしれないけど、落としたものも食っちゃうぐらいのことよう見せてれば、最初はものすごいショック受けるかもしれないけど、それでも大丈夫なんだって少しずつ思い出せば、まあそっかって、あのそんなに極端にあのものすごいなんかおっかなびっくり、ね、菌に対してしなくていいんだって思うような。まあ、逆にだからその子に気使って何でも除菌とかね、何でもこうなんて、あの全てをね、全てをこうなんて菌を拭いといたみたいな感じに気使ってあげるっていうのはかえってなんて助長しちゃうと思うのよ。だから逆にお母、まあ、これさっきも言ったけど極端な例だけど、もうなんかあのね、手洗いうがいもしないで物食っちゃうとかさ、まあ、俺なんかいつもそうなんだけどねあのまあこれはその話とつながってるかどうかわかんないけど、あのよくちっちゃいさ赤ちゃんがさ、ハイハイとかしだした時にさ、床とかベタベタさ、それをベロベロ舐めたりするじゃん。あれはすごいいいことなんだって。やっぱりもちろん目に見えない菌が手についてそれを舐めるってことは、実はそれが腸の中に入った時にちゃんと腸の中で住み着くっていうか、いい菌にどんどんなっていくんだって。そうだからなんていう、あんまりこう無菌培養みたいなのっていうのはある意味で言うと、本当にこうなんて空気中漂ってる菌とかにも抵抗力がなくなっちゃったりするんだって。そうだからまあこれもなんかなんてある意味逆の意味の見本じゃないけど、なんかなんてその子に気使っていろいろなんてシュッ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 とかってやるんじゃなくて、下手したらもうそういうのなんかやらないぐらいな覚悟でやってもらって、もう全然なんてこう平気だよ、減っちゃうなよみたいな感じでやっていくようになると、もしかすると少しは緩和していくかもしれないよね。逆にその子を中心にして気を使ってみたいな生活にしていっちゃうと、多分それが当たり前になっちゃうし、ああもう大変だよこの子がね、なんか触れないからとかってなっちゃうんだけど、あのなんていうかな、大丈夫っていうか、人ってさ、なんつうかな、あのやっぱり環境に適応しちゃう動物っていうか、まあ、ちょっとじゃあその話は置いといて、あの前ひとりさんが言ってた話があって、よく大人になってから引きこもってる人っているじゃないですか。で、それってほら、もしね、あの親がまだ生きてるうちはいいと、周りでなんか生活の面倒を見てくれる人がいるうちはまだいいって。で、でも、そう、でもあの子ってどうなんだろう、その親がいなくなったらもう死んじゃうんじゃないのって思うじゃん。で、まあ本当にそういう状況って起こり得るから、まあ、親の方が多分年上だし、多分先にお亡くなりになっちゃったりする人っているんだって。じゃあそんな引っこもりの人がどうしてるかっていうと、親がいなくなったら普通にコンビニとかに行ってしてるんだよねって。だから要はなんていうか、やっぱり人間って環境に適応しちゃうっていうか、だからなんてニッチもサッチも行かなくなったらね、もうそんなこと言ってられなくなっちゃうじゃん。今はだからそれが多分通る状況だから、多分それができちゃう。だからそのことを結構心配してますね。そうでしょ、うん、大丈夫、あのね、あの
母さんがね、まず最初にね、自分から逆の、逆の見本を見せてあげるっていうか、怒ったもん食っちゃっても全然大丈夫だよみたいな。要は安心させてあげるっていうか、まあもちろんテレビとかいろんな情報を自分も取り込んじゃうかもしれないけど、でも、せめてお家にいる間は全然大丈夫なんだよとかって、なんか逆にほらその子がなんかあれも食べられない、これも食べられないって、多分ね、その時に見てる目ってすごい心配な目で見てるはずなんだよ。要は心配な波動で人を見てるっていうか、でもそれって簡単に言うと子供とか敏感だから、それが分かっちゃうのよ。そうすると、ああ、やっぱり本当にこう、ばい菌なんだとかっていうふうに勝手に感じちゃうのね。でも逆で、もう大丈夫だよって全然気にしなくていいんだよみたいな感じで言ってると、少しずつだけど、あ、なんか別に大丈夫なのかなっていうふうにこうだんだん緩んでくるっていうか、心配の波動ってやっぱり出しちゃいますよね。自分もそう、まあ、るよ、自分もそうですけど、うん、そうですね、そうだね、今ね、その引きこもりの子の話が出たんだけど、やっぱりお家に引きこもりの子がいたりするとね、大体の親は心配するんだよ。そうするとどうしてもこの子がね、なんか外に出られなかったらどうしましょうとか、私がね、まだ働けるうちはいて、でも自分が病気になったり、こうね、お金が稼げなくなったらこの子はどうなるんだろうっていうふうに心配な波動で見ちゃうんだよね。でもそうするとやっぱりお家で引きこもってる子って、要は引きこもりになっちゃうぐらいの子なんだから余計敏感なのよ。そうすると親がそういうことで心配してるって分かっちゃう。そう、でもで、そうすると余計なんか引きこもりが加速しちゃったりするね。で、この場合どうすればいいんですかって言ったら、自分が安心の波動を出しちゃうのが一番早いの。で、じゃあ、じゃあ具体的にどうすればいいんですかって言ったら、もしその子にね、あんたのご飯代ぐらいお母さんが稼いであげるかって、今牛丼一杯400円くらいかな。400円くらい、3食くらい食わせてあげるからって言う。で、お母さんもっとね、楽しく遊んでくるから、あんたはね、別に痛かったらずっと行っていいんだよとかって言ってあげるだけで全然違う。そうすると、なぜか、こっちがいい波動になると相手にも伝わる。で、この場合、なんか、おいこちゃんか、めいこちゃんだか、要はその子の問題じゃなくて、要はその周りにいる人が、なんか安心な波動になっちゃうと、少しずつだけど、だんだん改善するよって話なんで、必ず波動って引き合うのよ。要は、なんか、身内とか近しい人って、まずなんか、誰かを良くしてあげようとかと思うんじゃなくて、自分がいい波動になっちゃえばいいの。安心な波動出してあげる。でもさっきも言ったけど、牛丼一杯ね、400円の話でもいいし、あとほら、だんだん良くなる、未来が明るいで安心な波動になっていって、で、あ、そうかって、もしかしたらそんなにね、悲観しなくてもいいんだっていうふうに思えるようになった時に、なんか子供ちゃんにはなんかそういうのが伝わるから大丈夫なんだよ。大丈夫。そう、だから全く心配いりませんよ。で、その引きこもりのね、親御さんがさ、言ってたんだけど、うちの娘が、ちゃってても21歳かなんかになるんだって。でも全然もう働きにも出られないし、どうしたらいいんでしょうって、全然いいじゃんって、何がダメなのって。で、それ今さって知ってるって、アルソップとかああいう警備会社にさ、その月5万とか10万とか取られるよね。でもその子って引きこもって夜中中家にいるしさ、ずっとうちにいるじゃん、昼間もって、自宅警備員だよそう、だってでお家にずっといるんだからさ、空き巣に入られる心配もないしさ、夜中だって電気がこうこうとついてるんだからさだから要は物って捉えようだよね。そう、だからその子がなんていうかな、この潔癖症でね、失敗だ怖いとかっていう感じのもう捉え方をしちゃうと、多分そこから頭って離れないと思うんだよね。でもまあ潔癖症でもね、別に悪いことではないんだろうけど、この子は本当に何でもかんでもね、ちゃんときちんと整理整頓できて素晴らしいとかさ、何でもそうなんだけどさ、要は物って捉えようだから、いい方にいい方に捉えてあげる癖みたいな持つのもいいし、あとさっきも言ったけど、お母さん自身が安心の波動を出すこと、そう、大丈夫です。でも、その本当逆転の発想でさ、怒ったもんでも大丈夫ぐらいな。ちょっとね、その子にね、インパクト当たるぐらいの俺なんか一人さんとご飯食ってさ、床にベタとかで怒っちゃうの、いや、食っちゃえるあと一人さんが食ってるご飯類も、
まあ今はね、ご時世的に怒られるかもしれないけど、それでも、なんかひとりさんが食ってるさ、あのなんかラーメンとかをさ、自分の箸突っ込んで食っちゃうからね。全然平気だから。そしてなんかなったこともない。だからこれも波動だと思うよ。だから大丈夫です。何も気にしない。何も気にしないって、やっぱ気にしすぎるっても心配なはずで。ね、だからまずはね、はい、まあ、そのね、お母さんから安心な波動を出してあげてください。はい、ね、はい、ありがとうございます。はい、ます、でもいい質問だよね。やっぱこういう子増えてると思うよ。どうですか、あとせっかくだから何かありますか。まあ別に、あ、いいよ、なおみちゃん聞くのがいいよ。いいよ、いいよ。あ、もうちょっと前の声が、声が、声が、声が。いつもなんでそんなにかっこいいのかな。かっこいいそれはね、気持ちが若いから。いや、なんかね、これは怒られるかな。いやー、そうだね。そうだ。いや、実は、さっきね、忘れた話っていうのを思い出したことがあるの。大体このパターンだから、最初思い出せなくて、後から思い出した。あのね、じゃあ、ひとりさんとね、この間話してて、ひとりさんに質問が来たんだけど、どうやっぱりさ、人間の心っていうか、要は幸せって心が決めることなんだよねって。で、じゃあどういうことですかっていうと、極端な例するとさ、芸能人でも死んじゃう人っているじゃないですか、自殺して。あれって、どんなにお金稼いでても、環境が良くても、満ち足りてるように思えても、やっぱ心が不幸な人って自殺しちゃったりとか、多分自分で自ら命を絶っちゃったりすると思うのね。で、要は、心が幸せだったらいいんだよねって話。じゃあその幸せな心をね、どうやったら保てるんですかみたいな質問が来たわけ。もうひとりさん、ズバリだからね。自分勝手に生きること。自分勝手に生きることですよ。そして道徳的に生きてはいけません。さっきも言ったけど、俺とひとりさんのね、辞書には道徳っていう字はないから。まあね、そう、でも要は自分勝手って言うとすごくね、むちゃくちゃなことをする人だって思うかもしれないけど、そんなことないのよ。愛のある自分勝手だったら誰にも迷惑かけてないじゃん。そして自分勝手って要は自分の生きたいように生きるってことだよね。そうだから、それを貫くんだったら絶対にこう幸せな心って保てるはずなんだよ。どうやったら幸せな人生生きれるんでしょうかって言ったら、自分勝手に生きることですよねって話なの。だから皆さんも自分勝手に生きましょう。そう。そして周りにね、まあ、周りに全然気使うなと言わないけど、やっぱり自分のやりたいように生きたいように生きてくださいよ。私はこうだからって、主婦だからとかね、なんかそういうこと言い訳にしてちゃダメ。ダメです。そうでね、俺たちって本当に人のことも責めないの。絶対に。だってそれぐらい全然いいじゃんとかと思って、何聞いたって。こういうことがダメなんですよね、ああいうことがダメなんですよね。俺より全然マシじゃんと思って。だから人のことも絶対責めないのね。責められることはあるけどね。本当に。さだめみたいなもんだな。でも、直美ちゃんが言ったその質問で、どうやってね、そのまあ、若々しくとかかっこよくいられるコツっていうのは、さっきも言ったその幸せと全く同じで、自分勝手に生きることですよ。自分勝手に生きること。これはね、まあ、さっきちょっと俺が躊躇したのね、この間聞いた話なんだけど、なんか今男性がほら育休取るとか育児をねお手伝い、それは別に流れ的にはいいと思うんだよ。ただ男の人ってあんまりこうなんか育児に専念しすぎると男性ホルモンって減ってっちゃうんだってね。なんか女性化しちゃうんだって。女性化しちゃうって分かんないけど、なんか要は男性ホルモン自身は減るんだって。そうするとなんか分かんないけど、いいお父さんにはなるんだろうけど、魅力的な男性っていうところから多分少しずつ離れてっちゃうかなと思う。だって男性ホルモンが減るんだもん。いいお父さんにはなれるけど男性ホルモンは減ります。だ魅力、まあそれがどう魅力として捉えるかどうかは別としても、そのなんか男性としての魅力が減っていっちゃうじゃないかな。そう、
ら芸能人でもさ、昔はすごいねかっこよくて女の人モテモテだったけど、急になんかさ、あの育児とかしだしたとかなんとなく魅力が減ってっちゃう人っていない？なんかまあいいんだけど、なんか前よりもちょっとなんかギラギラしてないじゃないけど、うん、だからなんかそういうのもひっくるめて、まあそれもまあ全体ねそうなんだけど、だから俺たちはねなんかすごい自分勝手にあの生きてる、生きてるというか生きてますそうだからね、あのみんなほらこういうのが常識が邪魔しちゃって自分勝手っていけないとか、なんかそういう考えはねいけないんだとかと思っちゃうけど、何回も言うけど、ね、俺たちには、ね、道徳っていう言葉ないからでも なんでそんな風に極端な話するかっていうと、例えば俺とかひとりさんまでが道徳的なことを言い出すと、みんなは絶対もっと道徳的に生きるはずなんだよ。でも、あ、そっか、ひとりさんとか達也さんがあれでいいんだと思った途端に、あ、別に自分もそんなにちゃんとしなくていいんだなと思うはずなのね。そう、だから俺たちはね、その意味でもね、道徳的には生きちゃダメなんだだんだん言い訳が大きくなる。いや、ほんとね、あ、そうだ、それとね、その頑張んなくていいよっていうのは、あの、まあ、さっきの自分勝手の話もそうなんだけど、いや、ひとりさんとたまにね、あの、こういう、まあ、これこれこういう世の中の人ってみんな頑張ってるよねって言うと、ひとりさんがさ、いや、みんな頑張って生きてるんだよっていうの。で、みんな頑張って生きてるんだから、から俺たちは絶対もうこれ以上頑張れっていう言葉はないんだよ。そうだからもうこれ以上頑張らなくても大丈夫で、俺たちからのメッセージは頑張らなくても幸せになれるだからね。だからみんなは、なんていうの、あの、ね、社会に出てさ、でもう頑張ってみんな生きてるので頑張って生きてきたの。そしたらもうこれ以上頑張らなくていいよが俺たちのメッセージだ。そして頑張らなくても、え、大丈夫、今まで頑張って生きてきたのに頑張らなくてもいいんですか、大丈夫です、俺たちみたいな見本がいるんだから、ちゃんと頑張らなくても幸せになれるんだから、むしろ頑張んない方がここにいる人たちは幸せになれるよ。でほら、じゃあ中にはね、自分で商売やってますとかやりたい目標がありますって、それに対しては頑張った方がいいですかって言ったら、それは自分がやりたいことなんだから、それは頑張る頑張んないじゃなくて、楽しいことだったらいくらでも頑張る頑張んないとかっていう思わないでさ、なんか時間忘れてても夢中になってできるじゃん。だってここにいる人たちって女の人が多いからさ、女の人なんかショッピング好きだよね、買い物とか行くのすごい大好きでしょ。男の俺なんか一緒にくっついていくとさ、まだ買えねえのかなとかって思うけどでも女の人がデパートなんかいたらさ、ずっといられるじゃん。あの本当に、だ、例えばどっかのね、あのすごい原宿でも何でも銀座でもいいけどさ、ああいうところに行ったって次から次にお店も入ってみたりとかさ、ずっといられるでしょ。で、それと同じで、女の人ってこれ買い物が好きって聞いたのはさ、買い物頑張ってますって人いないよね要は好きなことは頑張る頑張んないでできるよねって話。でもなんと俺たちはその、なんつうの、もう嫌なことまで我慢して頑張るのはやめようって話なの。好きなことは頑張るって言わないんだよ。そうだけど、嫌なことをね、こう自分に叱咤激励して苦手を克服してまでに頑張ろうっていうのは、それは俺たちの教えじゃないよって。もうね、嫌なことは、じゃあそういうことは逃げてるんじゃないですかって人もいるんだけど、別に逃げてないよって、嫌なことやめなって言ってるだけなんだよねって話。そうだから、あのさっきもね、ちょっとほらみんながさ集まる前にちょっと言ったんだけど、あのもう会社でもね、学校でも、もうなんか嫌だとか合わないって思ったら即やめですよ、即人に迷惑かかるとかね、社会人としてね、ダメですよ、そんなこと全然関係ないそんなところで1秒1分いっちゃダメなの。そう、それよりも、もう嫌だったとか、もう本当に合わないって感じたら、そこからすぐ出てください。そう、じゃないと、だって自分が嫌なところを少しでも我慢してそこにいなきゃいけないってことになる。だから、頑張らなくていいんだよって、それは俺たちからもうずっとなんかメッセージとして言ってあげたいよね。でも頑張らない、今まで頑張ってきた人生だからさ、まあ、この先も頑張らないと幸せになれないって思っちゃう人がすごく多いんだけど、全く大丈夫です、頑張らなくて。むしろ頑張らない方がほんとうまくいくから、本当に。で、まあみんなは逆のことずっと教わってきたりさ、感じちゃったりしてたからね、そんなことはないとか、やっぱ人間努力してね、何かをつかむもんだと思うかもしんないけど、まあなんと俺の中では努力って文字もないからね。本当に、いや本当好きなことやってれば、どんどん拍子にうまくいくんだよ。
だからみんなもね、で遅いとかってこともないよ。気づいたらもうそこからもう変え始めね。そうだからね、頑張らなくていいよっていうのは、みんな頑張って生きてるんだから、これ以上頑張るのはもうやめようって。そうで、自分が頑張んなければ周りの心なく人たちも優しく見れるっていうかな。やっぱ自分が頑張っちゃう人ってね、人にも頑張れって言っちゃうんだよ。俺なんか全く頑張ってねえから。そうでもさ、本当にみんなね、今までこうなんか学校の勉強でもさ、いい学校入ろうとかいい会社入ろうって、まあそれは頑張るっていうかね、自分が目標立てたところにさ、行くってのはすごくいいことなんだよ。でもこうなんつうの、苦しんでまで頑張んなくていいよって話、好きなことはどんどんやりなって話なだけかなっていう話なんだけどさ、まあ、そんな話でした。以上です。ありがとうございます。じゃあせっかくだから、じゃあ一応最後ぐらいの質問にしようかなと思うんだけど、何かありますか？特にねえよな、講演会聞いちゃった後じゃな。あと別に何かあれば、あ、大丈夫。もう、大丈夫、めいこちゃん大丈夫、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 いい？じゃあ大丈夫かな、はい、OK、はい、じゃあそしたら、劇文ってね、紙があるんだけど、じゃあこれね、初めての人もいるんで、ちょっと説明したいと思うんだけど、なんでこんなことやるんですかっていうと、やっぱり丸カンに来る人ってすごくいい人が多いのよ。そうすると、例えば人間関係において、言いたいことが言えない人が多いのよ、すごく。でもこの劇文みたいなことやってると、言いたいことがなんとタイミングよくちゃんと言えるようになるのね。それの練習みたいなもんなの、簡単に言うと。だから劇文をやってれば、なんかちゃんと人間が相手にね、こうなんか本当は理不尽なことを言われても、パッとそれはできませんとかって言えるようになるのよ。それいい人ってやっぱりさ、言われた時にとっさに言えなくなっちゃう人がすごく多いのね。だからそのために劇文って必要なんだよって話がある。それと、これは全く信じなくていいですけど、これね、浄化とか浄霊もできるからね、これで。そうだから、なんていうか、そんな浄化浄霊とかなんか怖いとかって思ってる人いるかもしれないけど、全然大丈夫なんです。別に俺も身も聞こえ、なんて見えないし聞こえないし感じないよ、全く。でも、これ言ってると、なんていうの、例えば浮遊霊とか自爆霊みたいなのがいたとするじゃん。これ言ってると、強制的に光の玉に乗っけることができる。そう、もうか、だから勝手に成仏させることができるの。だから別に好きな人はさ、そういうなんか自殺スポットみたいなところに行って、こういうの言うとかさ。自殺スポット。好きな人はね、やりな。無理に行けって話じゃん。それを、まあ、初めての人もいるから、こんな感じで読むんだよって、ちょっとみんなで練習して終わりにしたいと思います。で、ちょっと初めての人いるから、1個だけ俺読むかな。この花得たい劇文ってやつだけ、ちょっと読みます。これだけちょっと今聞いててね、最初ね。じゃあ、ちょっと聞いててください。花得たい劇文、我々無敵の突撃隊は、敵陣深く切り込んで、しぶき受けて抜刀隊、大和魂貫いて、取って、取って、取り抜いて、勝って見せます日本一。以上おぉっていう感じで終わりです。だからこういう感じで読むんで、これを8個、みんなでね、声を合わせて読みたいと思うんで、大丈夫かなみんな。じゃあせーのっていうかね、花得たい劇文が一番最初にやります。で、みんな普段ね、じゃあ言うときにもう8個全部言った方がいいんですかって話もあるとき、1個でいいです。どれか好きなやつ。それと、文言は間違っちゃっても何でもいいです。全然。まあ、だからみんなちゃんと正確に言おうとかってしなくていいよ。俺なんかの間違いまくりだからね、本当に。覚えられないでしょ。だってとっさに言いたい時とかあるじゃん。まあ、それとね、劇文援軍って言って、ここにいない人にエネルギーを送ることもできるからね。例えば誰かが入院してますとか、なんか、この遠くに行ってね、この人にちょっとね、気持ちが落ち込んじゃってるから、なんかパワーを送ってあげたいっていう時に、この劇文を、その人のイメージ、思って劇文を心の中で唱えるだけでもちゃんとエネルギーっていきます。そうだからそれもそんな難しく考えないでね、それもやってごらんっていう話。じゃあ花得たい劇文からちょっとせーので言いますからね。 OK ですか。じゃあ行きます。せーの。花得たい劇文、我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んでしぶき受けて抜刀隊、
大和を騙し貫いて、取って取って取り抜いて、立って見せます日本一。以上。おじゃあその下、アラムシャ隊劇文いきます。せーの、アラムシャ隊劇文。我々無敵のアラムシャ隊は、仁義にかけるアレ姿、命をかけて出陣の、かけた誓いを明王に、勝って勝って勝ち抜いて、なって見せます日本一。以上。おお。じゃあその上、金剛隊いきます。せーの、金剛隊劇文。我々無敵の金剛隊は、闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙もうもうと、居並ぶ豪傑よりすぐり、勝って勝って勝ち抜いて、なって見せます日本一。以上。おお。じゃあその下、大魔神いきます。せーの、大魔神劇文。我ら無敵の大魔神、荒れ狂う海を押し渡り、前に押し出す大筒も、狙い疑わず炸裂し、雄たけび上げて突き進み、取って取って取りまくり、勝って見せます日本一。以上。おお。じゃあ裏いきます。神風隊ね、いきますよ。せーの、神風隊劇文。風よ吹け波荒れよ、我々無敵の神風隊は、親方様をお守りし、アシュラのごとく戦って、赤い血を吹く向こう傷、勝って勝って勝ち抜いて、取って見せます日本一。以上。おお。じゃあ騎馬隊劇文いきます。せーの、騎馬隊劇文。我々無敵の騎馬隊は、毘沙門天の旗のもと、真っ先かけて前進し、一番槍に輝いて、取って取って取って見せます日本一。以上。おお。じゃあ上の龍神隊劇文いきます。せーの、龍神隊劇文。我々無敵の龍神隊は、親方様の命のもと、血刀下げて切り込めば、骨は砕けて肉は飛び、攻めて攻めて攻め抜いて、なって見せます日本一。以上。おお。じゃあ早草隊劇文いきます。せーの、早草隊劇文。我々無敵の早草隊は、親方様をお守りし、名誉にかけて進み、血の一滴の枯れるまで、攻めて攻めて攻め抜いて、絶対なります日本一。以上。おお。というのは8個の劇文になりますんで、ね、あのこれをね、お仏壇の前でもお墓の前でも神棚の前でもいいからやってみてください。どこでもいいからね、やっちゃって大丈夫だよって話。一日1個でもいいからね、言ってみてください。ということでね、今日はどうもありがとうございました。なんか写真撮る？あ、写真、あ、じゃあ写真だけ撮りましょう。個人的な写真は後で撮るからね。